はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、時任務一郎を書いていきたいと思います。今回書いていく務一郎はリクエスト投票企画で1位だったものです。リクエストしてくださった日向チャンネルスキーさん、そして投票してくださった皆さん、本当にありがとうございます。リクエスト投票企画は現在も実施中です。参加方法はいいねボタンを押してコメント欄に書いてほしいキャラ名を書くだけ。すごく簡単な企画なので、ぜひぜひ参加してもらえたらと思います。そしてもう一つ、私のオリジナル漫画キングが Kindle で全話無料公開中です。先ほどのリクエスト企画の裏技になるんですけども、 Kindle でレビュー感想を書いてくれた人にはリクエストを確約でお答えするという裏技があります。概要欄のリンクから Kindle に飛べますので、興味ある方はぜひぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。まず額をかなり垂直に落として、でここから鼻を描いていきます。鼻の穴で唇を落として口を開けていきます。で歯が見えて、で下唇、で顎ですね。で下唇の影を入れます。で目はまず上のラインを横にスーッと伸ばしていって、目一本出します。でまつげを前に出していきます。で瞳を縦長の丸で描いて、かなり先を細らせます。でハイライトの白い丸で、こっちにもう一個丸を描いて黒く塗っていきます。で目の下のラインは斜めに上げて、また斜めに上げて上のラインに続いていくようにします。で端を二重にします。で二重のラインで眉毛、で前髪はまず目の端からすっと上に上がったところから一本目の端を通るように下ろしていきます。で横の髪を下ろしていって、ちょっとだけ見ます。でもうこの輪郭重なってるところを消しちゃいますね。ただこれちょっと描かないと分かんないですね、この出てくる青の部分。で今度は眉毛の方に1本出していって、で額から前に出していきます。これ大きめの毛束ですね。で無一郎が描けたら木刀を描いて炭治郎の位置を決めていきます。でこれことクロスするように炭治郎が持ってる木刀を描いて、こうですね。でこっち側に炭治郎の横顔を描いていきます。炭治郎はかなり額が広いので、でここから鼻を垂直にほぼ落としていって、で鼻を上げていきます。
で鼻の穴、鼻にタッチを入れて、で口ですね、ぐいっと上げて、で下唇、で歯を描いていきます。ぐっとここちょっと歯茎が見えます。で下の歯、で目はまず前を斜めに落とします。でくるくるくる丸、で前一本ちょっとピッと出して、後ろもピッと出します。で瞳を縦長の丸で描いて、ハイライトを星型で入れます。でツッツッツッと境目を描いて上を黒くしていきます。目の下のラインはグイッと上に上げて、もう一段階斜めに上げて上のラインに続いていくようにします。で下にタッチを入れて、で眉毛はまず前をグッと落として、で吊り上げていきます。からスーッと横に伸ばしていきます。で二重のライン、で眉頭にシワを描きます。で眉髪は、前髪というか額の上からグッと髪の毛が出ていて、で生え際ギザギザでギザと、で横に毛を下ろしていきます。で耳飾りがちょっとだけ見えます。あと汗かいておきます。で最後紙にタッチ入れておきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。